グレトナ FC はかつて存在したスコットランドのサッカークラブ。グレトナを本拠地とし2007から08シーズンにスコティッシュプレミアリーグに初昇格したが財政破綻により2008年に消滅。グレトナには19世紀にグレトナグリーン FC というアマチュアチームが存在したが1920年代までに破産した。1946年に グレトナ FC 創設。しかし、スコットランドを本拠地とするチームでありながら、イングランドサッカー協会が管轄するリーグに所属。グレトナがスコットランドとイングランドの協会に位置することによる。1990年代には FA カップにも出場した。2002年、財政問題で消滅したエアードリオニアンズ FC の後を受けスコットランドの リーグに所属。2005から06シーズンには、実質サンブリーグ所属ながら国内カップ戦、スコティッシュカップ決勝に進出。決勝ではハーツに PK 戦で敗れたものの、ハーツがすでにチャンピオンズリーグ出場権を得ていたため、サンブリーグのチームとして初めて UEFA カップ出場権を獲得した。2006から07シーズンにスコティッシュフットボールリーグ一部で優勝し、 スコティッシュプレミアリーグに初昇格した。地元グレトナのレーデールパークは収容人数2500人と少ないため、スコティッシュプレミアリーグに昇格した2007から08シーズンはマザーウェール FC のホームスタジアムであるファーパークを使用していた。なお、グレトナを本拠地とするクラブとしてグレットナ開始2008があるレーデールパークなしなし。ありがとうございます。